写真拡大。日本ハム清宮幸太郎内野手19が28日成田空港から一時キャンプ地の米アリゾナに出発した。プロ2年目はレギュラーを奪取し全試合に出場することが目標。右手首痛で万全の状態ではないが徐々にギアを上げて143試合を戦い抜く下地を作る。やれることをやれば結果はついてくる。持参するグラブはファーストミットに内外野用の3つ、一塁には主将の中田が君臨し、外野には大柏徹が新たに加入した。激しい生存競争に身を投じることになるが、清宮は自分のやることに集中したいと泰然自若。ライバルへの意識は胸の奥にしまい込んだ。右手首痛からリハビリを進めてきた打撃練習は調子に乗らないようにと慎重に状態を見極めながら強度を上げていく。この日は千葉鎌ケ谷の2軍施設で汗を流した後、スーツに着替えて1軍本体に合流した。引き締まった思いが強い。並々ならぬ決意を胸に海を渡った。